おこんにちは。今日もスピランをやっていくんだけど。あれ？なんだか色鮮やかなコースだな。紫と緑でちょっと綺麗ね。そしてこのコース、ゲーマーさんだと1時間以内でクリアができるみたい。果たしてポコニャンハどれだけの時間がかかるのか。2時間以上かかったりして。さてやっていこう。なんかいきなり騒がしいわね。ちょっとコースが見にくいかも。上のパウブロックを叩くのか。これは集中力が必要だな。天井と床はほぼ棘で敷き詰められてる感じだな。ジャンプの高さ調整には気をつけなきゃいけないわね。あ、もう先が全然わかんない。とりあえずたまに出てくるコインはきっとナビになってるんだろう。ジャンプなのかクルットなのか見極めなきゃね。しかしこれはなかなか斬新なスピランだな。新感覚よね。そしてめちゃくちゃ難しいけど、ここも天井のパウブロックか。次のコインはジャンプのナビだな。うまくいったわね。あっと高く飛びすぎた。なんかめちゃくちゃブラックパックンがいたよな。どうなるレイザー？いや、そんなことしなくてもいけたみたい。すぐ死んでるがな。背景が同じだから、次の行動がわからなくなりそうね。若干なレッツはあるけどね。バーナーまであるのか。あ、ここは上のブラとか。マジで集中力が試されるコースだわ。似てるんだけど違う動きをしなきゃならないもんね。このバーナーの次は上と。結構先まで来たんだぜ。チョロプーは大ジャンプと。だいたいここまでで何分くらい？んと、録画時間を見ると8分くらいだね。残りはあと30秒だから割といい感じか。おっと折り返し地点か。さあ後半戦。あーっと棘に当たってしまった。さて、このコースのおさらいだよ。もうおさらいなのか。さっき後半戦に入ったばっかだったじゃん。まあ、後でわかるよ。それにしてもこのコース、複雑だけどテクニックは特に使わない感じだから慣れるのは早かったよ。ま、最近では空中バネジャンとかヒップ耐久とか難しいコースが多いもんね。というか技が多すぎなんだよね。コース全体のレベルがすっげー上がってるもんな。さあ、後半戦だね。ここからまだ初見なんだろ。絶対突破するのは難しいって。まあまあ、ちょっと見ててごらん。こんな感じで狭い空間をかいくぐって。確かに前半よりは難易度が下がってるみたい。というかさっきから同じ動きしかしてないみたいだが、もしかしてこのまま？じゃあ僕だー。やっぱりかー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。制作者さん、前半で力を使い切った感じだったのかしら。謎だったな。おっと、まさかのタイム更新。更新って言っても、0.04 秒だけどな。本当にちょっぴりだったわね。更新は更新だからいいの。それで、何分かかったんだ？んと、10分だね。と言っても、後半を一発でいけたおかげだけど。そうか、だがめっちゃ楽しめるコースだったんだぜ。またこんな感じのコースをやってみたいわね。さて、コース制作者の昴生さん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。